こんにちは、速稼塾の久保です。尾崎豊さんって方がいらっしゃって、あの方の動画って未だに再生数回してるし、あと尾崎豊さんの息子さんもミュージシャンをされてましてね。で、その方のアクセスもやっぱり尾崎豊さんのお子さんってことでも取れてるし、まあその方自身の実力で取ってるところもあるしって感じで、YouTube をはじめとした映像の力とか記録の力っていうのはすごいなと思いますよね。世の中には多数派の意見が歴史として残ったりとか、少数派であっても大きな権力を持った人の発言っていうのが歴史に残って、まことしやかにそれが王道であるように語られてますけども、これからはどんな少数意見があったのかとか、どんな未来を見据えた重要な発信があったのかってことが証拠として記録として残り続けるというのは、これすごいことだなと思います。2000年前の歴史を知ろうと思ったら、主には聖書を読むしかなかったんですけども、でもやっぱり聖書に書いてあることがね、これはさすがに嘘だろうって思うことでも、あれを聖書原理主義者は本当に起きたことだよ、聖書に書いてあるんだからっていうふうに信じる上で生活の軸を取ってるってこともあるんですよ。困っちゃいますよね、そう考えていくと。様々には、世の中には様々な現実があって、様々な歴史があって、でそこで尾崎豊さんのね、名前を取ってみると、尾崎の尾って尾っぽの先っぽのところだと思うんですよ。尾崎豊の先っていうのも陸地の先っぽのところをね、先って呼んでるんですよね。でもその先っぽの小さいところでも豊かになっていくよっていうふうな、つまり一点を切り取って広げて展開していくことによって、そこから様々な学びもあるし、で私たちが YouTube でいろんな記録を残していくと、その中にどんな意味があるかってことは、これから無限に生まれてくる人間たちが解釈してくれると思うんですよね、それぞれの立場から。ですんで、どんな現実も解釈は無限に広げていけるんじゃないかなと思うところなんですよ。で、インディ・ジョーンズね、これすごいですよね、79、80で現役っていうかね。で、79歳とか80歳になって映画を撮れるっていうのは、ほとんどそういうことができる人がいないから、どんな作品なのか、やっぱりね、今までインディ・ジョーンズを見たことがない人も見ちゃうかもしれないですし、60とか70でデビューする人とかにもなんか可能性を与えると思うんですよね。この前もちょっとお話しましたけども、80歳の人に人生どうだったかですかって聞いたら、まだわかんないよ、人生まだ途中だからさ、これからものすごくいいことがあるかもしれないし、全部をチャラにする悪いことが起きるかもしれないから、わかんないよね。それからアウシュビッツを生き延びた人が、この前らのロシアの侵攻によってお亡くなりになったみたいなね、世界最悪の現場にいて生き抜いた幸運の持ち主でも、今回みたいなことでお亡くなりになってしまうと。平和だと思ってた世の中で、世界中が戦争していた世の中で、ある程度の死ってのは覚悟できたのかもしれませんけども、今さすがにね、死の恐怖ってのはなかったはずなのに、そういうことになってしまうと。本当になんか何が起こるかわからないっていう言葉はありふれてますけども、なんでありふれてるかっていうと、本当にそうだから、本当にみんながそういうふうな言葉を使うし、そういうふうな現実が横たわってるから、ありふれた表現になるんでしょうね。珍しかったらありふれた表現になりませんかね。だから何が起こるかわからないっていうのは、本当にありふれた現実なんだと思いますし、一部の人しか成功できないっていうのは、逆を返せば一部の人しか失敗しないとも言えるんですよまあそれが一部なのか大部分なのかってことにもよりますけども、じゃあ何一つね、成功できなかったのかというと、やっぱり自分なりにこんなことができた、あんなことができたっていうものあると思うんですよ。そして成功は別に他者と比較することではなくて、自分の目指したものが達成された時を成功ですから、じゃあ今日昼ご飯うどん食べようかなと思って、うどん食べれば、うどん食べることに成功したと言えるわけですよ。でもこんな当たり前と言われていることでも、明日うどん食べようかなと思った人が急な侵略行為によってその日常が断ち切られたりとかね、それから今回も北海道でちょっと船の事件があったそうなんですけど、事故があったそうなんですけども、よしプロポーズするぞと思って計画していたことが事故によってできなくなったみたいなね。だから当たり前じゃないことは当たり前に起きてるよっていうふうなね、これもまた一つのパラドックスなんですよね。だからこそ何の取り柄もなくて何の実績もない自分が本当に逆転できるのかな、本当に理想的な人生を送れるのかなって考えた時に、ある意味諦めなければならない道はあるけども、でもだからこそ生まれる幸せはあるよってことなんですよ。よくね、ロスジェネの私たちの世代の成功の条件として結婚して家庭を持ってって言いますけども、じゃあね、
結婚して家庭を持った人が自由な時間が持てずに苦しんでる姿は何なのかなってことなんですよ。そう考えていくと、独身だからこそ求められる成功の姿っていうのはあるんですよね。結婚したからこそ求められる成功の姿もあるんで、結婚した人は独身じゃないとできないことはやっぱり諦めないといけないし、独身でいる人は結婚で得られる幸せを諦めないといけないし、どっちもどっちなんだと思うんですよ、ね、でどっちの豊かさを自分は追求するのか、そして自分の選ばなかった道にも豊かさはあるんだけども、そこに未練を感じていても仕方がない、目の前に進む現実に豊かさを最大限広げていくこと、最大限ね。そもそも豊かさっていう言葉っていうのは調べたことはないんですけども、豆がね豊作になっていくところを示してるんじゃないかなと思うんですよ。下に豆って書いてあって、全体の感じとしては豊か、そして上の方には実り多く収穫物をカゴに詰めた人の姿が連想できるんですよね。そうなると豊かっていうのは、最初は豊かじゃなかったものが収穫期に豊かになりましたと。その間に作付けをしたりとか耕したりとか水をやったりとか害虫を駆除したりとか、日々の鍛錬訓練リスクヘッジ、失敗や成功が詰め込まれてそこに行ったんではないかなと思うんですよ。尾崎豊さんもきっと一つの曲を作るために紆余曲折、10代の頃からいろんなものを感じ取れるセンスとかがあって、矛盾を感じながらもそれをのたうち回るように、かきむしるように一曲一曲、一文字一文字刻んできたからこそ、多くの人の心を捉えるんではなかろうかと思います。そしてあれからもうね、20年、30年経つわけですけども、尾崎豊に代わる尾崎豊は未だに出てきていないと。自分のお子さんですらね、まあ別の道のすごい人ではありますけども、尾崎豊の後継者は現れていないってことで、どれほどすごい人だったのかなとかわかりますよね。インディ・ジョーンズもそうですけども、インディ・ジョーンズ以上の冒険者ってのは出ないんじゃないかなと思います。でも逆にアプカリプトっていうねマイナーな映画があるんですけども、私にとってはインディ・ジョーンズよりもそっちの方が、まあ、冒険映画としてはねナンバーワンだなというふうな少数派の意見もあるってことですよね。だから小さいものが豊かなのか、豊かなものが小さいものなのか、それは未だに分からないということでございます。じゃあ自分の求める幸せと自分の進める幸せ、このクロスしたところ、それを求めていけばいいのかなと思いながら、今日の動画を終わっていこうと思います。それではいってらっしゃい。